はい、こんにちは。こんにちは。アフィクションモーターチャンネルです。アフィクションモーターチャンネルです。アフィクションモーターチャンネルでのレビューとかを、はい、いろいろしていこうと思ってるんで、なるほど。今日はね、プリウス、はい、今型やね、要はね。そうで、まあ今現行モデルですね。前現行なって、あの最初出た時は50のプリウス、ここ涙目があったけど、これでもこれにはだいぶ格好になりましたよね。もう最初もちょっと正直見ても見ないでも壊れへんかなぐらいの勢いでしたけど。そうやんな、はい、だからそういう意味では今のプリウスだいぶシャープになって。そうですね、うん。で、まあ一番注目すべきはこのヘッドライトの形が変わったっていうところが一つ違うんですけど。そうですね、はい。まあそれよりもやっぱりね、君が前乗ってた30のプリウスに比べると、はい、やはりね、中乗ってる時のこの静かさ、はい、この辺りがやっぱりすごくいいんですよ。ああ、それでも効きますね、ほんまに、うん。で、あとはやっぱりそのついてる装備も、はい、やっぱりグーンと、皆さん、30のプリウスはよくご存知なんですけど、はい、50って分かってるようで分かってないっていうのが、まあまあ、まだまだ、うん。見たことはあるけど、中は知らんなって方が多いと思います。そうなんです。正直分かんないんで。はい、そうなんですよ、はい。そういうことで、ちょっと今日は、今回新車でね、こちらのお客さん買っていただいたので、はい、小ぶりとかですね。はい。ちょっとあの、レビューをさせてもらいます。よろしくお願いします。で、ドレガス、はい、まあ4月からリニューアルをして、そうですね、はい、今ちょっとあのアフィクションの中でやってるドレガスはもう一応一旦は休止ということで、はい、今僕がまあ代表していただいてあるかもしれないですけど、うん、やらせてもらってますので、そう、それを、はい、この4月からなんですけど、はい、ドレガス TV ということで、そうですね、はい、だから今度からイベント行くときは、はい、このアフィクションモーターチャンネルの中ではちょっと映さない。なるほど。まあ映さないってことはないんだけど、はい、ちょっと少なくなります。はい、その分ドレカス TV の方で皆さんご覧いただいたら、ボリュームアップでね、はい、そうですそうです、ドレカス TV の方でご覧いただいたら結構かなと思いますので、はい、ご覧ください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で早速レビューを取っていきましょう。はい、では今から取っていきまーす。まず外見の変わったところから、はいはい、さっきも言った通りヘッドランプの形が変わりましたよね。はい、そうですね、このね、はい、でここはデイライトになります。はい、そうですね、はい、で、まあこれが LED、はい、もう今全部 LED やでな、ほとんど。そうですね、まあもうウィンカーも当然ながら LED ですけどね、変わってきてるんで、はい、電球交換するのほんま大変な車になってきたよね。まあほぼ帰れない感じですよね、なんなら。まあハイブリッドって感じだね。そうですね、そう考えると、はい、エンブレムもこんな色や。あ、ちゃんとあのシナジーマークですね。シナジーマーク、シナジーブルーですね。あのこのマーク、はい、今前のはなかったよな。カバーあったんですよ。そんなここまでなんかちょっと高級感はなかったです。なあ、はい。まあ当然これがカバーで、まあこれめくって、はい。まあプラグはここの中にあって4気筒ですね、これ。そうですね、はい。で、そのままこっちがまあハイブリッドのシステムですよね、こっちが。その通りね。はい。これ便利やね、ここにバッテリーもあるし。そうですね、30後ろなんで。30とかプリウスアルファはトランクの中にね、はい、そうですね、こういうバッテリーがついてるんで、はい。いざ上がるとトランク開けて、中のカバー外して、結構この行為がいったんだけど、ただ、実際でも後ろやけど緊急な場合はここでつけられてるやん。ああ、ありますね、一応端子はありますね。ハイブリッドを扱うときは、はい、専門の人にね、あの資格というか、はい、認定がありますもんね。それがありますから、そこは気をつけて、はい、ハイブリッド乗るとき、はい、特にプリウスとか、やっぱ電流がね、うん、すごい流れてるんで、電流怖いよな、見えないもんですからね。そう、はい、そこはまず皆さん、保険のロードサービスとか、はい、JAF 入っていただいて、はい、そうしっかりとした専門の人間さ、はい、ここ、そうですね、はい、はい、そこは頭に入れてください。はい、はい、じゃあ内装、はい、行きましょう。はい、はい、よし。ちょっと新車やからちょっと気使いんやんか。はい、してますね、ちゃんと、はい、足元もちゃんとこう、はい、養生テープされてますね。そう、はい、靴のまま踏むの嫌なんで、うん、靴脱げよと言われるけど保護はしてます。はい、ミリ波レーダー、はい、これちょっと一回試してやってみようか。はい、そうで、これもうピーピーなってるのはこれもう前感知してるよと。はい、でこのまま前進んでいくとやね。おお、これ僕今ブレーキ踏んでなかったんです。はい、まあ怖いからピーってなってから踏んだけど、はい、このようにもう進まなくなって、当然これが止まるよっていう。はい、もうお年寄りも安全やね。そうですね、はい、こういうのがね、ちょっともうプリウスにはついております。はい、はい、ちょっとほんなら内装、まあこの辺はもう大体今までと同じパターンですね。まあそうですね、はい、まあ当然ここ運転席のドアのところに、はい、パワーウィンドウのスイッチがあって、はい、当然ドアミラー、もう今ほとんどの車これもオートになってんやんな。
要はこのドアミラーを立てたりしまったりするんですけど、はい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 、なるほどね、はい、これ真ん中にすると A っていうのは結局オートですよ。オートですね、はい、まあ、ドアをこう閉めると鍵閉めるとミラーが畳むとオートで、はい、もう今なってるんで、はい、まあ、ドアを開けると開くよ、そうですね、はい、閉めるとまあ閉じるよという感じの流れになります。はい、日本にはぴったりですよね。やっぱミラー閉じとかへんかったらね、当てられるし、日本の文化やな、ね、で純正で、もうスマートキーです。はい、そうですそうですね、プッシュスタート、はい、こちらの方がついてますね。はい、この辺もすごいな、もういっぱいなんかありすぎて、はい、横滑り装置の、はい、まあ、だから要は路面が滑るところでも滑らないよっていう、そうですね、はい、でそれはまあオフやから車検時とかに使いますよね、この辺は、うん、はい、これなんや AC100V とかコンセントの電源入るか入らないかじゃないですか。そういうことか、はい、どっかにコンセント、どっかにコンセントあんねんな、はい、でハンドル周り、これが前のあれ切れるんか、そんならさっきの、あ、設定なんでしょうね、もしかしたら。BSM はミラーに映るんですよね。ここね、はい、ミラーのところに、そうそうそう、さっきもちょっと映ってたけどな、はいはい、はい、こっちがナビ関係、はい、これでボイスができんねんな、そうですね、うん、電話も出れるから、テレビとかでテレビに変わるんでしょうね、これで喋ったら、おそらく、え、ちょっと待って、今日は4月16日金曜日です、チャップリンデーです。チャップリンデーなんですね。チャップリンデーって言われた、はい、まあ、ナビ10インチこれも純正やからね、うーん、純正ディーラーオプションです。これはでかいですね、うん、ごっついよな、はい、エアコン関係ね、はい、まあ、当然オートエアコンです、はい、楽やでな、うーん、これ分かりやすいな、ボタンもすごい分かりやすい状態になってます。ああ、そうですね、うん、これでお、まあ、温度、これで、あ、これね、エアコンをオンにしました。ドアガラスが、ドアガラスが開いてますまで、めっちゃ喋りますね、いろんなこと言ってくれる、ね、で、まあ、これが EV モード、はい、ドライブモード、あれこれパワーないんや、ほんならもしかしたらドライブモードがパワーなのかもしれないですね。そういうことやな、はい、これはな、ブーン、うわ、プリウス走ってる、お前で走ってますね、ほー、ビカビカの新車でございます ね、 もうですね、なんと6キロですもんね。そうですね、はい、当然ね、これ60キロ走ると怒られるお客さんどこ行ったんって言われますね納車の時にしばかれてしまうという、ね、はい、こうやっぱこうなんかいいよね、やっぱりこの質感もセンターメンターやけどね、うん、全然変わりましたね、本当になんかこう30と比べても、そうやな、うん、この辺とかの処理がすごいちょっと滑らかなんやな、はい、こんなんじゃなかったんで僕のやつ、うんうん、はい、これ純正でピアノブラックではないか、ちょっとラーメンみたいな入ってんねんな、ちょっとほぼピアノブラックに近い感じですよね。そういうことですね、はい、いや乗ってるこのフィーリングもやっぱりいいよね、うん、ハンドルもちゃんとレザーですしね、うん、しっかり握れるし、はい、おいい車やな、やっぱりな、ね、やっぱ人気あるのは分かりますよね。ここに毎度恒例の助けてボタンですね、助けてボタンもちゃんとあって、はい、はい、いや、サングラスとか、ね。ここは昔と一緒やな、ずっとやっぱり。ここはね、アルミ色ついてますもんね。メガネ入れって感じでね、はい。これがまあ、ライトになります。はい。正直なところは。はい。で、あとはこちら。はい、あ、こちらはもう一つしか開かないな。あの、左右にも開かないね。はい、ここにね、こう、スライドの。ああ、二つ出るんですね。で、これ取ったら奥深いです。はい。十分。まあまあ、今 DVD とかどこまで見る人多いんか知らんけど。ね、まあでも十分まだ見るわな。そうですね、はい、みんながみんな携帯からで見ないから、うん、でここで小物入れて、はい、ここにはなんか違うもん、アメちゃんとこ来ました、アメちゃん、おばちゃんですね、大阪のこれね、はい、まあ、ドリンクも置けるんで、はい、2つついてます、はい、十分な車でございます。一回後ろ乗ってみます。はい、後ろの広さはね、運転席は先俺のポジションで、まあ、ヒューヨン的な感じというか、そうそう、そんな感じでやってます、はい、こんな感じ。あ、十分かな、やっぱりセダンとしたら十分なぐらいの広さが。ああ、でも広いと、まあ、サンマルのプリウスもうちょっと狭かったんで、うち家族乗ったら、うん、うちの奥さん狭って言ってました。あ、そうね、あんたいつ前にしやってよう言われました。うん、で、ここのクリアランスも、はい、僕でちょっとこんな感じやから、はい、僕座高が短いやん。ああ、さすがダンディー今入れそうねだからまあこちょっとやっぱりごめんなさい、背の高い人はちょっと頭がちょっと窮屈な。ああ、なるほどね。でもこの辺の広さは十分です、はい、まあですね、うん、もう十分これでこんな感じで、手はこれでこういう感じなんで、はい、あ、100V ここにあったで、あ、コンセント、あ、ほんまや、見える、ちょっと待ってよ、はい、
はい、こんな感じ、ここに。なるほど、はい。どこまで使えんやろな、これな、コンセント。まあ、でも、ハイエースもついてるんですけど、はい、一回調べたら、はい、やっぱりもう言っても、携帯充電そこそこぐらいです。やんな、あの、ポットとか沸かすとか、はい、できる。まあ、もう無理ですね。多分、ヒューズが飛ぶんちゃいますかね。いきます。あ、余裕やわ。まあ、ちょっとこれ今、前にあるけど。はい。あ、全然、これ電報行かれても別に大層に、しんどいなっていうのは思わない、ね。頭もちょっとやっぱ広いですね、そう考えたら。はい、まあライトもここにあるんで、はい、あの後ろもよう見えます。はいはい、いい車やな、やっぱり。はい、質感もいいです、シートの。なんかでも今回こちらシートカバーつけますんで。なるほど。はいはい、最後はシートカバーも取り付けをしていきます。はい、今回これドレスアップそんなにしない。なるほど。まあプチカスタムぐらいですか。そう、はい、シートカバーとタイヤホイール入れてもらいます。はい、はい、ちょっと後ろのはいゲートも開けましょう。はい、はい、こんな感じです。広い、あ、広くなってますね。だいぶ広いな。はい、でこれごめん、もうあのうちのオリジナルのマット引いてます。はい、ちょっといろんな種類できて、今回はちょっとお客さんこういう柄を選んで。でもちょっとなんかこれちょシックな感じの柄ですよね。でしょ。これトノカバーもついてね。はい、ほんまですね。まあ、トノカバーって何ですかって当たり前だけど、こう下のものを隠せれる。そうですね、はい。これで後ろにね、あのちょっとまあゴルフバッグとか置いたりしたら、外から見えたりすると、やっぱりいたずらもされやすいので、はい、こういうふうに上からかぶせてもらっていいかな。コンセントいますね。ここにもあったで。はい。こっちなんやこれ。あ、これなんかフックや。ああ。なんか紐かけれんの。ここになんか例えばスーパーの袋かけたり。なるほどね。こっちにもあるわ。おまあ、ここで紐をこうなんかやったりとかもできる。なるほどね、はい。こういうのいろいろ便利なんでね。やっぱりね、なんかやっぱ縛ってあげない場合もあるんでね。うんうん、リア周りはこんな感じで。はい。だいぶ広いんやな、サンマルに比べたら。あ、広いです。サンマルも広かったよ、でもね。つけど、まあ、見比べると、全然こっちが広い。ベビーカー乗せたら、はい、もうまあまあいっぱいなんですよ、サンマル。あ、はい、まあ。テールランプが今回、この、はい、こういう流れで。ここはなくなったから。そうですね。ここのズインっていうのはなくなったんで。ズインって。ズインはなくなったから。はい。で純正でバックカメラももうついてるんで、もう、もうほぼほぼ純正のままです。はい、ね。バックカメラももうついてるんで、もうほぼこれ純正のパーツばっかしなんですよ。まあでも、安心やわね、それはそれでね。まあさすがにエンブレムは変わらないです。そうですね、やっぱり毎度おなじみ、はい。はい。シナジーエナジーエナジー。はい。ああ。なるほど、そこだけなんやみたいな感じですね。もうはい、端の方だけしか光らないんで。スモール今ついた。スモールは、はい、あの扉の方も光るんですけど、ブレーキはもう下だけですね。なんかな、もうちょっとスッと伸びたらいいな、この辺まで。だから今ハリアーとかは全面繋がってますもんね。こうこの繋がったらかっこいいんだけどな。はい、いいと思うんですよね。なあ、ちょっと寂しいな。はい、ブレーキはここだけやった。いや、その下だけです。ここ、このそこ、そこだけ。はい、ここだけ、こことここだけ、はい、そうっす。あ、ちょっと寂しいな、はい、ブレーキ。そう、もうちょっと光らしたらいいのね。うん、ちょっと雨で濡れたんやけど、はい、もうじゃないんや、ちゃんときっちりコーティング。あ、よろしくお願いします。はい、はい、黒なんでね、やっぱ人感とね、ビカビカになってる。はい、こんな感じで、はい、今日はプリウスのレビューという、まあいい点悪い点いろいろあるでしょうけれども、はい、買える好みも出てくるんで。うん、そうですね。まあ、ミニバンの方がだいぶね、こうミニバンとか軽カーの人気がすごくて、プリウス人気がまあ30のところに比べると、そうですね、やっぱ見かける数が少ないんですよね。実際売れてるんでしょうけど。そうそう、50ちょっと人気ないねってよく言われるんだけど、とってもいい車であります。そうですね、ほんまに、はい、絶対にあの否めんです。見比べると、はい、そういう車よろしければ購入、はい、検討してください。はい、ケースカンパニーの方でね。はい、次回、はい、ちょっとあの面白いネタも作って。なるほど。あのちょっとチェイスカンパニーで、はい、ちょっとブーンってここブーンって回ってくれたら分かんないけど、あの車をちょっとキャスタムやっていきます。自社で。なるほど。自社でやっていくんで。はい。もうサスも作ったんで。あ、マジですか？アップサス。アップサス。ダウンサスじゃなく、アップサス。なるほど。うん。少しアップします。はい。そういうのをちょっと組んでいこうかな。楽しみですね。はい。あの車でやっていきますんで。はい。よろしくお願いします。お願いします。さよなら。